カタニマロ。どうも、こんにちは。理系担当、弁当と。どうも、文芸担当、吹野とうです。はい。ということでですね、今日はですね、残り3ヶ月で何をするかっていうお話をね、していきたいと思います。結構大事にね、やってくるからね、3ヶ月。はい。ということで、まず全体概観なんですけれども、9月、10月、もうね、9月は終わりかけているんですけれども、二次試験対策を重視してください。で、私立の対策をね、やっておきましょう。すなわち、皆さんがですね、国立を目指している場合であれば、国立の二次試験対策、それから、私立の傾向を知るっていうところを重視してください。で、11月からはですね、まあ、特に11月中旬ぐらいからは共通テスト対策重視にシフトチェンジしてください。というのも結構ねこれ失敗例として、まあ、12月の終わりの方からやればいいやっていう感じで結構難関大の人が共通テストでこけちゃってモチベーションを失うっていうのを媒介して二次試験がうまくいかないというケースがあるんですよ。でそれはメンタルケアという意味でも共通テスト対策を重視してください。1回しかないんでね、ここはメンタルケアをしっかりしていきましょうという意味でも11月共通テスト対策を重視してください。そうですね、まあ重視っていうことはね完璧に 100% どっちも共通テスト二次試験ということではなくて、そうですね、うまいことそれはね配分をしていってほしいなっていうふうに思います。で、普及の等からどのように勉強していけばいいのかっていう勉強法の方についてね、解説していきたいと思います。まず大前提として10月、まあ今回皆さん10月の勉強法ということで、まあ僕たちはやっていきたいんですけども、10月特に志望校の出題形式であったり傾向っていうのをね把握してほしいなっていうふうに思います。まあ結構調べたらパソコン載ってたり、あと過去問ペラペラ見てたら、例えば日本史やったらこの辺の時代が多いなとか、数学でも、あ、数列よりもベクトルがよく載ってんな、とかってやっぱりわかるんですよね。そういう過去問の形式であったり、出題形式。これは国公立も、まあもちろん私立もどちらも把握してほしいです。もう共通テストは言わずもがな、絶対もちろんやってほしいなっていうふうに思います。もちろん共通テストの過去問っていうのはもう10月1回は最低でも触れてほしいなというふうに思います。で、その中でもコスパの良い科目、要するに勉強時間が少なくても伸びる科目、かつ苦手な科目、そして二次試験で問われる科目っていうのを最重要で勉強してほしいなというふうに思います。で、まあ簡単に言ったら地理など結構比重が少ないんですよね。だから本当にその二次試験で ある科目、まあ英数、理系やったら理科、文系やったら国語ってなってくると思うんですけども、そちらの方をねより重視してもらったらいいかなというふうに思います。で、かつ1日目のスタートダッシュのことなんですけども、やっぱモチベーション下がってくるんですよね。10月ってやっぱり夏休み終わってちょっと疲れてきたなっていう時期なんですけども、好きな教科からやってほしいなというふうに思います。好きな教科からやることによってモチベーションがぐんと上がった状態でずっと1日集中力をねある程度のところで保ってます。てか好きな科目からやる、これはほんとすっごいおすすめの勉強法になってます。はい、ということですね、結構ね補足説明っていうのじゃないんですけれども、第一志望、これでよく聞いといてほしいんですけど、ちょっと説明下手なんでよく聞いといてほしいんですけど、第一志望が共通テストオンリーで、第二志望がね二次試験もあるっていうパターンありますね。確かなんか横国がね、共通テストオンリーだと思うんですけど、例えばじゃあ第一志望が横国ですと、で第二志望千葉大学です。この場合皆さんの中で矛盾が生じますよね。共通テストだけやりゃいいのに二次試験もやるんかいみたいな、なりますね。で、そういう場合は共通テスト対策をまず重視してください。これはですね、9月10月も、同様にですね、重視してください。なんですけれども、一応コツとしてはですね、共通テスト対策の中で浮き彫りになってきた苦手単元に絞ってください。そこを二次対策すればいいんですよ。例えば、共通テスト対策での中で数列を俺できんなっていう風になったら、数列の記述はやってもいいと思います。っていうのはどういう風にやるかというと、重要問題集をやっていただいてもいいですし、チャートやっていただいてもいいです。参考書やっていただいてもいいです。とにかくなんか記述っぽいそのマーク形式の独特なんじゃなくてね、普通の問題を解くっていう演習の仕方をね、苦手単元に限ってやってもらうといいと思います。そうすると二次対策も同時にできますので、わざわざ赤本を解く必要はありません。赤本っていうのは結構解説分かりにくいんでね、重要問題集とかで、一旦その練習じゃないけれども、力を蓄えて置いて、で解説がスラスラ読み込めますよと、もう俺全然もう万全ですよっていう風になった状態で赤本をですね、こう演習用に使ってほしい。基本的に赤本っていうのは傾向を知るね、一番でもやったと思うんですけども、傾向を知るっていうところで使ってほしいので、とりあえずですね、第二志望の二次試験に対する対策としてはですね、重要問題集だとかチャートっていう風な記述形式の問題集、解説が分かりやすいような問題集を使ってください。はい、っていう感じですね。おっしゃる通りですね、ほんまに。はい、なんも今回にふざけたことなかったですけどね今回はまあ真面目な動画っていうことでね、いつも真面目なんでいつもふざけとるみたいな感じで言ってるんですかだって検索ランキングになってさ、ひどかったやん検索ランキングのやつ。予測変換2020の。あれはね、見なくていいです。はい。ということでね、じゃあ今回終わろうと思います。はい。はい、じゃあね、バイバーイ。バイバーイ。